はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、こちら、アセットの週刊アルカディア号を作る、こちらの48号ですね、48号の作業をやっていこうと思います。48号は左舷艦隊の組み立て9ということで、ずっとやってきてるやつの続きですね。左舷の、艦首の左舷側の組み立てをやっていくという形になりますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。入ってる部品はね、こんな感じで外板のパネルと、こんなちっちゃいバルジのパーツで、あとネジが2種類入ってるので、これらを組み立てていきます。はい、でまずは、このパーツを、前回46号で組み立てたこのパーツと合体させていきます。で、つけるのはこっちですね。こういう形でつけたら、ここの2箇所を、この銀色のビスで固定します。で、こっち側も、はい、こういう形で固定してあげます。で、固定してあげたら、次に45号で組んだこのパーツ、45号で組んだこのパーツをここに合わせてあげて、で、ここをこの黒いタッピングビスで固定。こういう形で固定してあげます。はい、こっちがね、ちょっとパカパカしてしまうんですけども、とりあえずは仕方ないので、こんな感じでつけたら、この上の部分、この上の部分にこのちっちゃいバルジをセットしてあげて、で、接着ですね。これ相手が金属なので、瞬着かゴム系接着剤で固定するっていう感じで、ここに固定してあげます。こんな感じ。はい、そしたらこれで、今回の48号の作業は終了になります。はい、こんな感じで、次の、49号では、右舷艦隊の組み立て1ということで、左舷は一旦これでお休みになるのかな、お休みになって、次右舷側を組んでいくっていう感じになるみたいなので、ちょっとね、パーツがバラバラのまんま、次の作業に行くっていうのがちょっと、気持ち悪いんですけれども、作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、あと、いいねとかコメントいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。